歩役、反撃能力準備を加速している。その中でも、最も効果的とされる、トマホーク巡航ミサイルの購入を、アメリカに500発打診しているとの情報をキャッチしました。今回は、このトマホークに見る反撃能力と、1-2式地対艦誘導弾改めの反撃能力を詳しく見ていきますね。VSL 搭載潜水艦の建造も決まり、イージス艦への搭載艦も建造するようだ。政治家の動きが遅いよ。日本のこれまでの防衛戦略と、それに基づく必要な兵器の、これからの大転換を象徴するかのように、アメリカ海軍の艦艇の主要な対地攻撃兵装として、著名なトマホーク巡航ミサイルを、その装備に加える動きが本格化している。すでに、2022年10月末の段階で、日本が、アメリカから、トマホーク巡航ミサイルを調達する意向を示しているとの報道は、行われていたが、ここに来て、アメリカのバイデン政権も、それに、前向きな姿勢だと伝えられるに至っている。こうした流れが起こった背景には、現在は、陸上自衛隊が配備中の1-2式地対艦誘導弾の射程距離とプラットフォームを多層化する能力向上型の開発、配備が、早く、とも2026年まで、時間を要することが大きいと見られている。国産の1-2式地対艦誘導弾は、現時点では、およそ 200km 弱の最大射程距離と目されているが、能力向上型では、第1段階でおよそ 900km、第2段階で、およそ 1500km までの延伸が目標と言われてきた。そして、今の1-2式地対艦誘導弾が、地上の装輪車両から、海上の敵艦艇を狙う兵器であることに加え、空発型と呼ばれるものは、航空機への搭載、艦発型と言われるものは、艦艇に搭載することを視野に入れて、開発が進められている。これらの現在の計画は、日本政府が打ち出している、スタンドオフミサイルの取得の一環として進められているものだが、これは、近年の仮想敵国が装備する、対空ミサイルの射程距離が飛躍的に延伸されていることへの対処策である。つまり、自軍の部隊が敵の対空ミサイルの射程圏内に収まる危険な状態を避ける上で必須となっているのが、こうしたミサイル兵器の大幅な射程距離の延伸が求められている最大の理由であると考えてよいだろう。日本では、こうした国産の1-2式地対艦誘導弾の能力向上型を、陸、海、空の3自衛隊が、おのおののプラットフォームから運用する方向で開発を進めていたが、その配備までの4年間の期間を埋める兵器を欲している状態となった。ここで施行されたのが、アメリカ海軍の艦艇の主要な対地攻撃兵装であり、湾岸戦争以後、主として、中東地域での実戦に投入されて、その精度や運用実績に定評のあるトマホーク巡航ミサイルだったと見るべきなのだろう。アメリカ海軍艦艇の主要な対地攻撃兵装であるトマホーク巡航ミサイルは、これまでにアメリカの同盟国とは、いえ、イギリスのみにしか供給はなされておらず、かつても一時期日本が打診を行ったこともあったという。これは2013年頃のことと見られているが、当時のアメリカのオバマ政権は、トマホーク巡航ミサイルを日本に供与することで、中国や韓国を刺激する事態を懸念したとも言われ、結局この時期には、それは実現しなかった。ただし、こうした逸話は、あくまでも、その当時は、水面下で行われていた段階であり、公式な交渉ルートを経た上での日米での協議の結果とは言えないため、そうした推察が事実に即したものかと問われれば、推察の域を出ないという他はない。そうは言っても、2013年に日本が
トマホーク巡航ミサイルの必要性を感じていた理由は、北朝鮮等の弾道弾による攻撃を想定した場合、その弾道弾の迎撃を行うミサイル防衛のみでは、抑止力として不十分との認識が生じたためだろう。その意味では、それから9年が経過した、今の2022年の日本を取り巻く安全保障環境は、その当時と比較しても、格段に厳しさを増してきており、北朝鮮が、新型の弾道弾や、巡航ミサイルの開発を加速させていることは明らかである。すでに、北朝鮮は、こうした新型の各種のミサイルに搭載する、小型の核弾頭を開発するため、核実験を再開することは、時間の問題だと目されているが、これを進捗させないように、政治的な働きかけを行うことは、もはや困難だろう。ただ、北朝鮮が、核実験の再開に踏み出し、小型の核弾頭を仮に開発したとしても、それを搭載したミサイルを、日本に向けて発射するメリットは薄く、深刻な最大の脅威と考えることには、少し違和感があるように思える。北朝鮮の場合は、未だ、ミサイル技術が、未熟な部分が多々あるため、威嚇で、日本の周辺に打ち上げたものが意図せず、被害をもたらす恐れはあるかもしれないが、日本を侵略するような艦隊などの通常兵力を保有しているわけではない。したがって、万が一の際には、日本がアメリカと連携して反撃を行えると、日米同盟の堅固さをアピールすることや、イージス護衛艦によるミサイル防衛能力を保持していることを示せば、未だ有効な抑止力足り得るように感じられる。翻って、現段階で、日本がトマホーク巡航ミサイルを調達する意向を示し、かつ、人二式地対艦誘導弾の能力向上型を開発している最大の理由は、南西諸島方面への軍事的圧力を強めている中国に対する備えを強化する目的だろう。中国は、すでに、中長距離の弾道ミサイルを、アメリカや旧ソ連、現ロシアが、軍縮条約によって、それらの開発を休止していた隙をついて開発、多数配備しており、アメリカ軍でも、そのギャップを取り戻すことを課題にしている。まあアメリカのトマホーク巡航ミサイルのように、中国の兵器は、実際の戦闘で、実績を上げているわけではないので、果たして、どれだけ、使用通りの性能を発揮するのかには、疑問符もつくが、数だけは間違いなく増加させてきている。そうした状況を、間のあたりにして、中国軍への対処をこれ以上怠ることはできず、従来は、自衛隊の専守防衛という大原則から、保有が躊躇されてきた、長距離巡航ミサイルを日本も装備することが避けられない、状況だと見るべきだろう。トマホーク巡航ミサイルにし、ロヒト二式地対艦誘導弾の能力向上型にしろ、その 1000km を超える射程距離は、攻撃的な兵器に該当するとして、そうした分野への日本の進出をヒステリックに罵る勢力も、後を絶たない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の世紀を目にした2022年においては、備えがなければ、今の時代でも、相手国の指導者の考え方遺憾で戦争に発展してしまう現実を突きつけられており、日本の左翼の言動は具体的な反証を行えていない。さてトマホーク巡航ミサイルだが、これまでにアメリカが自国以外で唯一提供を行っているのはイギリス一国のみで、それはアスチュート級の攻撃型原子力潜水艦等で533ミリ。魚雷発射艦から運用される形式である。アメリカ海軍自体は、こうした攻撃型の原子力潜水艦の533ミリ、魚雷発射艦からのトマホーク巡航ミサイルの運用は、
搭載する他の長魚雷等の兵装数を制限することになるため行っておらず、すべて専用の VLS 垂直発射艦で行う形式になっている。イギリスのアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達費用は、65発をおよそ190億円、つまり1発あたりだと、およそ3億円弱にも相当するが、今回の日本の動きが実現した場合には、このコストも、どのようになるのかに留意すべきだろう。これまでの日本の大手マスメディアの報道が正しいとするならば、日本は、少なくとも、500発のトマホーク巡航ミサイルの調達の意向を持っており、イギリスよりも、格段に数も多いので、一発あたりは、およそ1から2億円との予測がなされている。トマホーク巡航ミサイルは、1980年の実用化以来、40年以上にわたって、改良型がリリースされており、各々で、射程距離等の性能が異なるが、日本が、どのバージョンを調達する意向であるのかは、伏せられている。ことに、アメリカ海軍でも、昨年2021年に、配備が開始されたばかりの最新型である、ブロック 5A では、従来の対地攻撃のみでなく、水上を航行している艦艇への攻撃も可能にしており、対艦ミサイルとしての運用能力も付与されている。